蔡英文総統が4日午前日本東京大学東洋文化研究所両岸関係研究グループの松田康弘教授一行の表敬訪問を受けました両岸関係について蔡総統は我々の立場は終始一貫している台湾はこの地域の安全保障を守る責任を果たし安定し 前後が一致しており予測可能な両岸関係を維持していくと説明しましたが現状の維持は台湾だけの責任ではなく周知の通り中国は台湾への圧力を強めていると強調しました蔡総統は中共の軍用機や軍艦の接近などはいずれも現状を破壊しようとするやり方で 中国のやり方は両岸関係に不確定要素をもたらすのみならず地域の平和と安定にも脅威を与えていると指摘しました蔡総統は台湾と日本は民間の交流のほか政府もさらなる交流を通じて 地域の経済統合と安全保障の面でより前向きな役割を果たすべきだとの見方を示しました経済交流については蔡総統は CPTPP への参加 または東南アジア諸国との関係促進にしても日本の経験から学ぶことが多くある台湾は今後も日本との提携を通じて各種のアイデアを実現し第三国の市場における協力関係を強化して共にウィンウィンの局面を切り開くよう努力すると締めくくりました。